フンインジムン公園に来ました。フンインジムンというのはトンデムンの正式名称で、トンデムンのすぐ北側にある公園です。この公園は坂道でできています。頑張って歩きましょう。少し高い位置まで来るとこんな景色を見ることができます。朝日に照らされた城壁なんだけど影になっていて暗いですね。少し見えてきたかな。久しぶりの城壁散歩でおばさんのテンションがちょっと上がってます。上り坂です。城壁のすぐ横なので滑り止めのようなものが敷いてあります。あれ、ここ歩いていいのかな。でも通行止めはしてなかったよね。止めてあるところは別の位置だし、じゃあ大丈夫ということでこのまま進みます。この丸いのは照明器具です。城壁の雰囲気を壊さないようにうまくできていますよね。城壁の穴から覗いてみます。本来は敵に対して発砲するための穴ですが、わざわざ穴から覗かなくてもこういうとこがありました。私がいる位置が首都ハニャンの町側、カメラで覗いてみたのが外側になります。山に登るほど城壁が低くなってる感じがします。散歩、気持ちがいいです。墜落注意って書いてあります。この位置は止めてあるので一旦下に降ります。しばらくは城壁とソウル市内の景色をご覧ください。
城壁と黄色い花、おばさんの萌えポイントです。ベンチがあったのでちょっと休憩します。まずはカバンから帽子を出してかぶります。日が差してきて暑くなりました。それから現在時刻は朝6時25分。水分補給も忘れずに。さてどうしましょう。このまま進めば那久山公園ですが、そこまで歩けるかな。でも次にいつ来れるのか、この年で次が本当にあるのか、いろんなことを考えたら今行かなくちゃと足が那久山公園に向きました。途中壁画村への案内が。これも懐かしいです。夢中になって壁画を探して歩き回っていましたから。この辺り、城壁が低い。以前はこの下の道を歩いたのだけど。途中、こんなおしゃれな雑貨屋さん、かな。花もきれいに咲いてるし、ドラマロケ地にも遭遇しました。このドラマのタイトルをどなたか教えてください。これ、かわいい。お決まりのお手振りしておきました。地図がありました。現在地を見ると、もうほとんど公園まで来ています。あれ、ここ見覚えがあります。来たことあります。この地図も前にも何回も見ています。マウルバスも見えました。はい、到着です。
すごく懐かしい景色が広がりました。城壁と市内の景色を見ながら、このままずっと歩いてしまいそうです。見るものすべてが懐かしいです。この道で赤唐辛子を干しているのを何回も見たな。ドラマロケに使われた家もまだ健在のようです。ソウル城郭の今この辺り、石の種類と年代の説明。ここから公園内に入りましょう。元気に階段を登れるのはここの段差が低いからなんです。公園の中に入りました。ちょっと雰囲気が、いろいろと修理工事中のようで、工事の幕があちこちに貼られてました。ここはパリの恋人のロケ地ですね。以前はここからソウル市内が見えたのだけど、今は木々が育って見えにくくなっていました。これは残念。少し先まで歩きます。大丈夫、このままフェファまでは行きませんよ。
っと続く城壁が綺麗です。もう一度城壁のそばを歩いてみます。同じところから外に出ます。この先に城壁の石の違いがはっきりと分かる場所があります。ビデオ投入さちっこいっそよね。いいな、素敵だなとずっと撮影していると、それカメラと声をかけられました。動画を撮影していると答えましたが、何だったんだろう。他に特に聞かれることはなく、そのまま行ってしまわれました。映すなって言われるのかと思ってちょっとビビりましたよ。さて帰りをどうしようか迷いました。マウルバスに乗るか、もう一つの道を歩くか。おばさんの足は当然もう一つの道に進みました。上がってくる時に下に見えていた道です。ここはパリの恋人のテヨンの家だったところです。木が育って見えなくなりました。階段はおじさんと卵を投げ合って喧嘩した場所。この駐車場の端はテヨンの気持ちが兄に向いているのを知って一晩スヒョクが泣き明かした場所。この胸の中にお前がいるっていう告白、めちゃくちゃ格好良かったわ。城壁のところどころこうして通路があります。中の町との行き来ができるようになってます。
石が新しいので最近に作られたものだと思うけれど、実は朝鮮時代にも城壁にはこうした抜け穴みたいな場所があったそうです。門では兵士が見張っているので、こうしたところからこっそりかな。この道を降りていくと封印寺門に出ました。まさかここに出るなんて思ってなかったので驚きました。スタートした位置のすぐ近くです。次にまた行けるならこの道を歩こうと思います。ナクサン公園朝散歩の動画はここまでです。今日もご覧くださってありがとうございました。